じゃあ野ガッチ君、今日もそろそろ参りましょうか。行きますか。今日はなんかよくわかんない突拍子な発言はないですね。今日はね、はい、カレーを食べたんです。ね、食べましたね、カレーね。金沢カレー。金沢カレー、うん、スペシャルトッピングで食べたんですよ。なんか王様みたいなね、すごいトッピングいっぱい乗っかってましたね。はい、カツが2枚、2枚だから10切れぐらい乗ってましたね。ありましたね。ウインナー2つ、うん、卵2つ、うん、エビフライ1つ、うん、まあ、食えるかと、うん、自分で頼んどいて、うん、やっちゃった。でも完食してましたね。頑張りましたね。頑張りましたね。やっぱね残すの好きじゃないんです。あ、素晴らしいじゃないですか。もったいない精神ですね。もったいないっていうか、うん、だどうせ捨てるんですから、うん、だったら俺の胃の中で捨ててくれと。ああ、なるほど、うん、まあ、これで当分食べなくても大丈夫かな。まあカレーはいいかなと思いますね。なるほど。じゃあ、はい、お腹いっぱいの野ガッチ君を前に、はい、張り切ってまいりましょう。張り切れません。ローガンラガーズの原宿メモリアル in 金沢。お、金沢ですよ。ここは渋谷です。金沢です。渋谷です。兼六園。なんか周りがうるさくなってまいりましたんで、うん、まあいいですよ。はい、どうでもいいですよ。はい、で、はい、今日はどんな理想を語っていただけるんでしょうか。今日はあのね服を買うじゃないですか。はい、別にシャツでも何でもいいんですよ。はい、パンティーでも、おー、ティーバッグでも、お、買っちゃう。そんなの買いませんけど、うん、で、まあ、大体ね、こう僕は上に着る服は M ぐらい、 M、まあ、本当はね S と M の間ぐらいなんですけど、 S と M の間に、うんうん、なんか映画のタイトルみたいですね。しかもちょっといやらしい映画のね。ああ、なるほど、うん、そっちね、はい、なんですけど、うん、まあ、大体 M をね買って、両党ってことですか。まあ、誰も M です。 M だそうです。はい、ただパンツは S です。パンツは S だそうです。はい、ここはこだわります。ここはこだわる、うん、ピッチピチの方がいいのね。そう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 、はい、そういう話なんですか。違います。まずだけどピッチピチパンツみたいな、そういう話なんですか。まあ若干否めなくもないですけど。若干否めなくもないけども。違います。違うよ。はい、うん、あの、はい、でね、こう例えば A っていう店で、という店で M サイズ買うじゃないですか。はい、で B っていう店でも M サイズ買うじゃないですか。はい、C っていう店でも M サイズ買いますよね。そんなに M サイズ買っちゃうの。例えば例えば、うん、でお家に帰ってから着てみると、うん、A で買ったものはダボダボ M なんですよ。ダボダボ M。 B で買ったものは、まあ、こう最適な M なんです。最適 M。 C で買ったのはピッチピッチ M なんですよ。ピッチピッチ M、ね、同じ M なのに。同じ M なのに、なんでこんな違うんだと。なるほど。確かにね、うん、あの M っていう表記のとこ下には、うん、何センチから何センチまでって幅書いてますけど、あ、はいはいはい、それにしてもね違いすぎじゃないかと。なるほど、そうですね、うん、ね、っていうならば、うん、オーダーメイドでも何でも作っちゃえみたいなことになると思うんですけど、なんで T シャツとかね、うん、パンティーにまでね、うん、オーダーメイドしなくちゃいけないのかと。ああ、まあね、うん、フリーサイズだと F ですもんね。ああ、なるほど。 M はあれは何の略ですか。ミディアム、うん、きっとミディアム。ミディアムかな。ミドル。ミドル、ああ、レアはないんですか。いやいやいや、そのステーキじゃない。ステーキじゃない。ウェルダンとかないですからね。その M はじゃあモア&モアだったんじゃないですか。意味がわかんないね。モア&モアってじゃない。なんでしょう。じゃあ、うん、まあ、ミディアムモスバーガーのモスだったんですか。うん、違いますよね、うん、きっと村上さんの M ですよ。村上さんの M だったの。ミオちゃんの M かもしれない。ミオちゃんの M だったかもしれない。メグちゃんの M かもしれない。メグちゃんの M だったかもしれない、うん、なるほど。ピッチピチの M だったかもしれない。ピッチピチの M だか意味が分かんないじゃないですか。ダボダボの M だったかダボダボの M の時は DM にしてほしいよね。ああ、だから要は、うんうん、例えばアメリカのね S サイズって日本の M サイズって言うじゃないですか。ああ、向こうはでっかいからね、うん、だから要は
国は同じであっても、うん、作る場所によってね、特にその日本のメーカーであってもメイドイン台湾とか ね、 あね、あのインドネシアとか中国とかチャイナとか書いてあるじゃないですか、うん、だから明確な基準がないんじゃないか。なるほど、そうですね、ジーンズとかもそうですもんね、うん、じゃアメリカの M はじゃあ AM ですね、まあ、ラジオですよ ね、 ラジオですね、うん、あと午前中しか来ちゃダメとかね。じゃあ、うん、フィリピンの M はフィリピンで P で始まるんで、はいはい、PM ですか。あ、 PM ですね。じゃあ午後しか来ちゃダメってこと。じゃあに、うん、中国の M はチャイナなんで CM じゃないですか、うん、CM ですね。これは何でしょう。一旦 CM です。あ、そういうことなの。よくわかります、ね、スイスの M はじゃあ SM ですね。ちょっとそっちの方向は、スウェーデンの M は SM ですね。スロバキアの M は SM ですね。このスケベ。そうじゃなくて、うん、じゃあ PM はピッチピッチの M ってことですね。まあだからね、でも幅があるのはどうにかならんもんかなと思うんですよ、本当にね、うん、そうですね、うん、なんかなんでどうしたらいいものかと。ノアチ君は M がいいんですか。僕はね、S でもいい時もあります。あ、 S でも切れるんですか。もともとね、僕ね、ほらすごいブーちゃんだったんで、ブーちゃん、うん、もう 3L とは来てるんですよ。 3L ブーちゃんの M ですか、 BM ですか。3L ね。あ、 3L 来てたんですよ。 3L? うん、 L の LL の上、 LL の上は 3L っていうの、うん、LLL じゃないんだ、うん、3L っていうの。それか 3L、4L、5L っていくんですけど。あ、そうなの。うん、なんかそこだけずるいね、なんかね。じゃあ SS とかあんの。 SS はだから、あと子供用に行くんじゃないですか。160とか150とかね、140とか。なるほどね、うん、でもそれはすごいですね。 3L、3L だったのが、うん、だからね、2L、1L、M、ピッチピッチ M と少しずつ下がってきたわけですね。だからなんかね、やっぱりね、こう L サイズは着たくないみたいな。昔はダボダボの着てたから、もうちょっときついぐらいのを着たいっていう、なんか欲望があるのかな。ダボダボっていうか、その、うん、あの人いつ見てもピッチピッチだよねみたいな。デブ時代に戻りたくないっていうのがでも一番でしょ、きっとね。なるほどね、うん、なんかそういう根本的なところがあるんで、うん、まあ、S か M かといえば S 着たいわけですよ。なるほど、うん、そんな S はでも男性の場合 S ってあんまないっすよ。そうなんですよ、ないんですよ。女性はね、 S よくありますけど、 S サイズのパンツ探してもなかなかなくて困ったことあります、ね、やっぱ M が一番売れてますから、うん、あのなんかこれいいな、欲しいなと思うと大体ないっすよね、 M って。ないです、ないです。 L はちょっとあるんだけど、うん、S はまずないっすね。ないですね。大体 LL とかがあるんですよ、ね、そうそう、売れ残りみたいな。この間もユニクロ行ってなんか T シャツ買おうと思って、うん、なんかすっごいワゴンセールとかいっぱいあって、うんうん、どれ見ても LL なんですよ、はい1個ぐらい L ないのかよと思ったんですけど、 L すらもないっていう。売れ残りでございます。そうそう、 LL フェアとかにしてくれればよかったのにさ。 LL フェア、あんなで分かりやすいってね。ねえ、どうせ LL しかないのかね、うん、分かんないですけど、その中にもちょっと L が混ざってたのかもしれないですけど、宝探しのようにね、うんうんうん、でもみんなそれを探し当てた後だったから、うん、もう LL しかなかったみたいな。残念でしたみたいなね。そう、だから結局そんなわけで話はまとめますとですね、はい、はいはい、M は幅が広すぎる。 M は幅が広い、いろんな魔族がいますからね、うん、軽いのもいればね、まあ、確かにそうじゃなくて激しいのもいますからね。激しいのもいるから。それは HM ですか。激しい M で HM ですか。もっとぶってもっとぶってってね。あ、もっとぶってぶってだから BM ですね。もっと垂らして、もっと垂らして。あ、垂らして、何を垂らすんですか。 TM です。 TM なんですね、まあ、TML なんですね、まあ、そんなわけでございまして、はい、幅が広すぎるから、はい、自分の理想のね、うん、サイズをもっと探していきたいなってそういうオチなんですか、うん、なるほど、うん、だからもう少し洋服のメーカーの人も気を使ってほしいなと。そうですね、はい、こんなお話でございました。はい、ローガン・ラガンズの原宿メモリアル。